じゃあ、藤沢です。今日はですね、中央のですね、ヨーロッパのチェスキークルムロフという町の話題なんですけれども、やっぱり以前から人気で、世界遺産ということで、チェスキークルムロフの歴史景観地区という形になってますけれども、女性の方に人気ですね。これはやっぱり可愛らしい街並み、綺麗な街並みで、真ん中にこう川が、モルダウのこの流れが流れておりまして、クルムロフ城が、丘の上にあるという形で、範囲自体も狭い範囲に、こういった可愛らしいですね、綺麗なヨーロッパ風の、建物が乱立しております。プラハみたいにその整然とはしてないですね。田舎町なので、箱庭のようなですね、ヨーロッパの美しい風景が、周りから見てもそうですし、実際中に入ってみても、そういう、ヨーロッパらしい、昔のヨーロッパらしい、体験ができるということで、すごく人気があります。プラハからですね、ちょうど2時間ぐらい、2時間、200キロなので1時間半ぐらいですかね。なので、ちょうど博多熊本間ぐらいの非常に近い距離です。ですので、日帰り観光というのが一般的になっております。一応今回はですね、このコメント欄の下にですね、この画面の下のコメント欄の、ところに、チェスキークルムロフの観光を含んだ、中央8日間の、プランを掲載しておりますので、興味ある方はぜひ URL クリックしてみてください。以上、チェスキークルムロフの話題の件でした。よろしくお願いします。